ここなら駅と逆方向だし、少しの間ここにいよう。せっかく誘ってもらったのにな。すみません北川さん。謝るくらいだったら逃げんなっつーの。北川さん、なんで。普通に見えてんですけど。っていうか五条くん、今日私のこと避けてたよね。